カルパト・ウクライナ共和国、国の標語、国家、ウクライナは滅びずカルパト・ウクライナ共和国は、1939年3月14日に、チェコスロバキアから独立した国家。しかし、独立後すぐに、ハンガリー王国の侵攻を受け、3月16日に、併合された。チェコスロバキア東部にあるカルパテ・ィアルテニアは、ウクライナ人が多く住む地方であり西ウクライナとも、呼ばれていた。 しかし、カルパティア山脈という障壁により、歴史的には、ウクライナと異なる国家に統治され続けた。9世紀頃には、ボラビア王国、10世紀以降には、ブルガリア帝国、12世紀には、ウラジーミル2世モノマフにより、キエフ大公国、13世紀には、ベイラ4世によって、ハンガリー王国のハントに組み込まれた。このため、カルパティアルテニアは、 セイシュトバーンの王冠の地の一つとして、ハンガリーの固有の領土であると認識されるようになった。16世紀からはハンガリーは、ハプスブルク帝国の統治下となったが、間もなくオスマン帝国の支配下となった。18世紀以降は、オーストリア帝国の一部として統治された。オーストリア・ハンガリー帝国の成立後は、帝国内のハンガリー王国の一部として統治された。1918年、 第一次世界大戦でオーストリア・ハンガリー帝国が敗北し、帝国支配下の民族が分離独立を始めた。ロシア帝国もロシア革命で崩壊していたため、カルバティアルテニアトブコビナ、リビュー等のウクライナ人も放棄し、10月18日に西ウクライナ人民共和国の独立を宣言した。西ウクライナはウクライナ人民共和国との合同を目指したが、 1919年7月のポーランド・ウクライナ戦争の結果、ウクライナの合同は不可能となった。共和国は分割され、カルパティ・ィアルテニアはトリアノン条約とサンジェルマン条約によりチェコスロバキアに編入された。サンジェルマン条約の規定では、カルパティ・ィアルテニアは完全な自治権が与えられることになっていた。 1920年に制定されたチェコスロバキア憲法でもカルパティアルテニアに自治権を与える規定はあったものの独自の議会を召集することも大統領の指名もできず自治は事実上の空文となっていたこのため中央政府への反発は強く1935年の総選挙の際にも中央政府を支持する政党には アウグスティーン・ボローシン1938年、ナチスドイツがチェコスロバキアのズデーテン地方を要求した。これに便乗して、ハンガリー王国がカルバティアルテニアとスロバキアを要求し、国境地帯に軍を集結させた。ミュンヘン会談の結果、ドイツの要求は通り、その他の係争地も個別に対応を迫られることになった。チェコスロバキアのエドバルド・ベネシュ大統領は辞任し、 10月1日に連邦制の国家、チェコスロバキア共和国が成立した。10月8日、カルパティアルテニアは、スロバキアと共に自治権を獲得し、アウグスティーン・ボローシンがカルパティアルテニアの大統領に選出された。詳細は、ウィーン裁定、第一次ウィーン裁定を参照しかし、ハンガリーの領土要求は止まなかった。このため、チェコスロバキア政府は、 ドイツとイタリア王国に調停を依頼した。ウィーンで開催された会議の結果、チェコスロバキアはカルパティアルテニアとスロバキアの南部を割上することが決まった。しかし、領事地共和国はこれに反発し、割上が予定通り行われることはなかった。このため、ハンガリーからの圧力は次第に強まった。1938年当時のチェコスロバキアの区分。 左からボヘミア、モラビアシュレジア、スロバキア、カルパティアルテニア、チェコスロバキアの軽争地域。1は、ドイツ要求地域であるズデーテン。2は、ポーランド要求地域のテッシェン。3は、ウィーン最低で、ハンガリー領になる南部スロバキアと、南部カルパティアルテニア。4は、カルパティアルテニア。5は、チェコ。6は、スロバキア1939年1月。 激しい独立運動に手を焼いたチェコスロバキアはドイツに協力を要請したが拒絶された。チェコスロバキア政府は弾圧に転じ3月6日にカルパティアルテニアの自治政府を禁止した。3月15日、ドイツはスロバキア自治政府の大統領であったヨゼフティソに独立宣言をさせスロバキア共和国を成立させた。同日、カルパティアルテニアも カルパトウクライナ共和国として独立宣言を行った。しかし、ドイツと密約を結んでいたハンガリー軍は即座に侵攻し、16日にはほぼ全土を占領、カルパトウクライナ併合を宣言した。17日には、ポーランド国境地帯に到達し、カルパトウクライナ全土が併合された。大統領、ボローシンは、プラハに亡命し、 カルパとウクライナ共和国は3日で消滅した。間もなく発生したスロバキア・ハンガリー戦争で旧カルパとウクライナ共和国領はスロバキア侵攻に用いられた。その後、ハンガリーへの併合はドイツにも承認され、第二次世界大戦中はハンガリー領カルパティアルテニアとして扱われた。1 9 4四年十月、ソビエト連邦軍はハンガリー国内に侵攻し、 カルパティアルテニアを占領下に置いた。この間にソ連の支援のもとにザカルパートウクライナとして再独立を果たした。チェコスロバキア亡命政府はソ連に抗議したが受け入れられなかった。11月19日、ザカルパートウクライナ国内の共産主義者はソ連への併合要求を発表した。この間にボローシンラ独立派はソ連に逮捕され、ソ連国内の収容所に入れられた。 1945年6月、チェコスロバキア政府は要求を受諾し、1946年にザカルパートウクライナは正式にソビエト連邦ウクライナソビエト社会主義共和国にザカルパッチャ州として編入された。ザカルパッチャ州はソ連崩壊後もウクライナの領土として存続している。 ソ連占領下のカルパトウクライナで発行された切手、極めて単米の国家であったが、独自の切手を発行している。また、ソ連軍占領下でも、独自の切手を発行している。カルパトウクライナ共和国は独立直後に憲法を制定している。カルパトウクライナは、独立国家である国名は、カルパトウクライナとする。カルパトウクライナは、 共和国であり、選挙によって選出された大統領が国家元首として統治する、カルパとウクライナの公用語はウクライナ語である、カルパとウクライナの国旗の色は青を上部に、木を下にする、カルパとウクライナの国章は赤い熊が紋章の側に立っているものとする。紋章は、青が4つ、黄色が3つのストライプで構成された以なる、成功ウラジーミル一世が使用したものである。 カルパとウクライナの国家は、ウクライナは滅びずとする。この規定は交付後直ちに有効である。ありがとうございます。